川崎銀星座はかつて存在した日本の映画館である。ミスの金美館本部による川崎新室第一号館であり、同地の空襲による壊滅からの復興第一号館でもあった。1936年、東京市荒川区を拠点に映画街を形成していた金美館本部が川崎市への新室の第一号館として、同市小川町に同館を開業する。 金美館本部は、同館をはじめ、合計六館を建設し、1937年春には、小川町に、川崎映画街を形成。これが、現在の、地熱タの、第一歩となる。川崎映画劇場、実演劇場の川崎花月劇場等が存在した。第二次世界大戦末期の1945年4月15日、川崎大空襲で全焼。 映画街がすべて崩壊する。同年7月、同館を第1号として、急増のバラックとして復興する。戦後、改めて復興を期して、改築、同年11月に正式に竣工同月17日から18日内覧会、19日から21日の3日間は、市民に無料公開し、同月22日から、小畜の作品をもって本工業を開始した。 同館に続いて、川崎映画劇場、川崎花月劇場が、銀星座でもロードショー上映されたフランス映画、禁じられた遊びの日本版ポスター。1949年4月18日、金美館本部は、従来の個人事業から、会社組織化され、ミス合名会社となる。同年、川崎映画街は旧館に増強される。1950年、 同館をはじめとした川崎映画街に銀映会が結成される。同年7月、関連会社として設立したミス障子株式会社の直営として、か谷に六館を新設している。この頃は、禁じられた遊び等を興業する洋画ロード商館であった。当時の所在地は、川崎市古川通り78番地である。1974年4月1日、 同館をはじめとする川崎地区の映画館を経営する、ミスゴーメ明と、鎌田地区の映画館を経営する、ミス商事が合併して、株式会社川崎ミスを設立、同館の経営は、同社の工業部が行うこととなる。1976年3月、キネは順報し3月下旬号グラビアページで、我らの映画館神奈川編で紹介される。この頃には、 日本映画の名画座となっており、小説家の田中小美正もよく通ったと後に改装している。1978年8月期には、妖怪人間とスパイダーマンのコロンビア映画日本立、ロードショーもあった。1982年10月25日、同館を経営する川崎ミスから工業部門が分離独立、ミス工業株式会社を設立、同館の経営は、 ミス工業が行うこととなる。1985年、川崎映画街の再開発が着手され、川崎グランド劇場をはじめとして、いくつかの映画館が取り壊されるが、同館は引き続き営業をする。1987年、再開発の結果、シネマコンプレックス、チネチュッタが誕生、チネグランデ、チネイチからゴラが立ち並ぶ中で、 同館はその入り口のパチンコ店の2階に位置し、少なくとも1990年頃までは日本映画の名画座から松竹風切り館にプログラムを変えて営業を続けていたが、同年6月22日、東京上空いらっしゃいませとパチンコ物語の日本列を最後に閉館し、54年間の歴史に幕を閉じた。1991年、 チネチッタ通り商店街振興組合が発足し、2001年に銀営会が解散する。2003年、川崎ミスがチッタエンタテイメント、子会社のミス工業がチネチッタとそれぞれ社名変更している。後に、同館の跡地には、柿本アームズ LA 下でラテンを経て、あらやか川崎ラチッタでラテンが入居していた。青春階段上映時の川崎東宝。 青春航路会のワコード、百面同寺上映時の川崎東映地熱った登場以前に存在した劇場の一覧である。1947年、1956年、1957年、1966年、1983年の資料による、1984年には、スカラ座、名画座、銀星座、 ニュース劇場以外はすべて川崎グランド1の5となった。いずれも現存しない。特筆以外は現在跡地にラチッタデルラが建っている。ミス工業の経営した劇場は、この他にも川崎地区には、追い分け映画劇場、川崎駅ビル文化劇場があったが、いずれも現存しない。映画年間1997別冊、映画館名簿には、記載が見られない。 1990年に公開された日本映画、配給、松竹、監督、辻治む、原作、真鍋洋一、脚本、大原豊。ありがとうございます。